どうも一人足らんが。そんなこと聞くのよ、そうです。おじちゃん、遊んでくれない？ああ、おじちゃんお話が下手だよ。じゃあ私のお話してあげるわ。昔ね、あるところにね、ほい、へっ。そう、これあげる。今一度炭鉱の鉱不規則を自分から説明しておく。第一、酒と女を慎むこと。第二、勝負事は厳禁のこと。第三、上官すなわちこの俺だ、上官の命令はそのことのいかんを問わず絶対服従たるべきこと。以上が審査
正にして犯すべからざる交付規則参加条である。以上をもって訓示終わり。で、やつが上官上官と偉そうに言ったすが、やつは軍隊でもいたっていうのかい。万年軍曹で、これ。そう。富士ちゃんまた泣いてるわよ。ねえお富士、今さら泣いたってしようがないじゃないの。ええ、私諦めていますわ。諦めてはいますけれど、涙が出てしようがないですもん。なるようにしかならないんだからね。なんとか言っておやりなね。ほっときなさいよ。泣けるだけ泣かしておくのさ。どうせそのうちに涙なんて薬にしたくも出なくなるんだから。どうせ流れ物と渡り物だもの。どっかで会ったこともあるだろうよ。
めえにぜひ来てくれって子がいるんだから。どうだい、今夜あたり。悪くはないね。上官、第一条、酒と女は包むべしってのはどうなんだい。もう裏町じゃあるねし、たまにシャバの風に当たるのもあるかねえぜ。訴えたって外出許可っていうのがあるからな。たまにはおしろいの匂いも悪かねえぜ。悪かねえと。上官、話せるな。風情はまた格別だな。そりゃおしろいの匂いは悪かねえよ。よしてよ、話してちょうだいったら。いやよ、いやよ、よしてちょうだいよ。チュコ、売り出すんなら今だぞ。出るわけじゃねえんだよ。いつか連絡船の甲板で泣いていたの。ええ、そう。あれから随分経ったような気がするわ。ついこの間のことなんだけど。言葉の訛りじゃ君は関西だね。どうしてこんな土地に流れてきたんだろう。あなたは？お互いそんなこと聞きっこなしよ。そうだったな。お互いにあんまり自慢のできる思い出話があるはずもないんだからな。タバコを吸うようになったんだね。お酒も飲めるようになったわ。
かけによらねえ、早くてやりやがった。さあ、飲みな。私、そんな強いお酒酔っ払っちゃうわ。酔ったら俺が解放してやってもいいよ。あんた、そんな飲んだら酔っ払っちゃうわよ。そしたら賢治さんは私が解放してあげるわよ。俺が酔っ払ったら誰が解放してくれるんだい。おいらは嫌だぜ、姫の解放なんか。俺だって行間のそんな手で解放されるのは真っ平だ。畜生、この手がいいっていう可愛い子がいるの知らねえな。知らねえね。上官に言づけをしたのはお前だろう。その言づけ私かもしれないわよ。違うわよ、私よ。おじちゃんにお話の続きを聞かせてくれるってやつだったね。まあお店へ出てきちゃいけないってあれほど言っといたのにもう忘れたの。早くお部屋行ってねんねするの。私の部屋へ来ない？部屋へ行けば何か面白いことがあるかな。お話の続きを聞かせてあげてもいいわ。臭いまでは執行なしだぜ。女に奢ってもらったと思っていたら大変な間違いだぞ。お前様で昨夜の気分は上々でありました。上官に今夜も出席して頂戴とのことになりました。
悪くないですね。おじちゃん、ゆうべも来なかったのね。りっちゃんはあのおじさん好き？お姉ちゃんは？何しろ一方は四十八手の裏表を心得てる手取りだからね。考えてみればお藤ちゃんも大敵を向こうに回したもんさね。だけどいくら海線山線の手取りでも新入幕の突っ張りはちょいと油断ができないからね。とにかく今夜あたりは四つ相撲になりそうね。お姉さん、なんだ？国のおっかさんがまた悪いって来たんですの。それで？私困っちゃったの。それで？ですから、ほんの少しばかし貸していただけません？お前さん、ついこの間もそんなこと言って持ってったばっかりじゃないか。そうそう、お前さんの機嫌ばっかりも取ってられないからね。あ、ちょいと。どうしてもいるんなら、まあ、いいお客でも取るんだね。だけど、泥臭いもぐら餅だけはよした方がいいよ。気をつけたらいいよ。何の？何しろ南はシンガポール、北は満州の奥地まで渡れ歩いて、大連お浜田まで言われた女だからね。お前さん恨みを受けたらただじゃ済まないよ。私、お浜姉さんに恨まれることなんかないと思うわ。
検事さんとは何でもないわ。私それどころじゃないの。国のお母さんはもうダメらしいのよ。私がこっちへ来る自分は随分悪かったんですけれど。親は大切にした方がいいよ、本当に。私たちのような女に人並みなことができるっていう親孝行ぐらいなもんだからね。この雪じゃ相撲も見られそうもないわね。商売の口癖だったのかい。おい、十五、俺は帰るよ。これからが見ものさ。また来てねって私も言ったはずよ。お世辞でもなく、商売の口癖でもなく。なるんだ。せや。おい、ケンチ、変に俺を出し抜くなよ。とんだ余興が出てきたよ。中高、やっぱり帰ろう。あたし、口癖やお世辞なんかで来てくださいって言ったんじゃないわ。若いものに任しとけよ。かわいそうに、私だってそれほどのお母さんじゃないわよ。今夜どうかしたのかい。バカに沈んでるじゃないか。私困ったことがあるの。お金かい。
金の相談なら俺じゃダメだよ。色にせびられてんのかい。よくある手だよ。違うわ。国のおっかさんが死にそうなのよ。結局は泣きの手さ。男って案外簡単なもんだからね。だから涙のあるうちが花だよ。上官、金を貸しておくんなさい。ん？金？いくらいるんだ？今月分を貸しておくんなさい。今月分はすっかりちょんじゃないか。じゃあ来月分お願いします。早速送ってやるといいよ。まあ、あんたこんなことして困るんじゃない。金を残しに渡り歩いてんじゃねえよ。やばい。ちょっと待って。これで今夜の勝負はお藤ちゃんの勝ちさ。これ私洗濯するわ。すまねえな。ついでに俺のも一つ洗濯してくれないか。この歌が歌えねえとどうもモテねえからな。一つやってみ。何をってお浜のことよ。あの女は散った俺に気があるかな。おめえどう思う。せっかくだがまあ脈はねえな。何にしろお浜さんは兄貴にのぼせきってますからね。
き姉さん持ってた。アイロン持ってってもいいわよ。姉さん、それともお藤ちゃん、もういい加減どうだい、え、じらすんじゃないよそんな目はしてじらすんじゃないよ、え部屋に置いてあるわよ。ねえ、行って着替えたらどう？女の部屋ってやっぱり女の匂いがするね。ここだけはちょいと違った匂いがするね。そりゃあなたのシャツが置いてあるからでしょ。すぐに着替えたらどう。忘れたね。いくら置いておけばいいんだい。女の親切はお金でしか買えないと思っている。流れ物は寂しいね。いつか部屋へ来たら面白い話があると言ったっけね。どんな話だと思う。昔おじいさんとおばあさんがあったとかというような話でもなかろうね。それに似た話かもしれないわ。昔昔あるところにね、男と女がいたのよ。それから女は男のシャツを洗濯してやった。でそれから毎日でも男のシャツを洗濯してやりたい気持ちになってきたのよ。で、それから。そのうちに女は洗濯だけでは物足りない気持ちになってきたの。それから。女は男と、つまり初体が持ちたくなってきたのかもしれないわ。それから。でも男は女の気持ちを感じないらしいの。それから。まだ感じないらしいの。それから。まだ感じないのかしら。感じないらしいね。
これから。それから。なしは腰で娘をつけるんだ。上官は酔っていなさるね。酔っていたらどうした。酔ってちゃ話にならねえ。何を。お前さん、およしなさいよ。おい、出かけるんだ。集合のはずが聞こえねえとでもぬかしのか。働けませんよ。それとも無理にでも働けとこう言いなさるのかね。え、勝手にしろ。上官、昨日はまた三番校で落盤があったということで。それがどうした。てめえ命が惜しくなったのか。惜しくなったのかもしれませんね。てめえ近頃嫌に俺に逆らいたくなったんだな。てめえまだ行かなかったのかい。俺は今日ちょっとした用事がある。兄貴、おふじちゃんは俺のシャツだけ洗濯してくるんだぞ。あんたら俺も捨てたもんじゃねえよ。悪く思うなよ。そんな振られない、気をつけろよ。おめえ今までに何度振られたっけな。え。Thank you.
呼び出したりなんかしてすみません。さあ、あっち行きましょう。お天気ね。いい天気ですね。本当にいいお天気ね。本当にいいお天気ですね。昨日もいいお天気でしたわね。ええ、昨日もいいお天気でしたね。いいお天気でしょうね。もうお天気の話をして他の話に行きましょうよ。あのね、私本当は賢治さんに会わせてもらいに来たの。町行きましたよ。あら、何しに？小浜さんに会いに行ったんですよ。ああ、いい天気だな。明日もいい天気だ。明後日もいい天気だ。毎日いい天気だよ。女の部屋も掃除してみたいよ。変に気を回しっこなしよ。おじちゃん、まだ治らないの？おじちゃん、お医者様じゃないか。そんなに早く治らないよ。だっておじちゃんのってすぐ治ったじゃないの。みっちゃん、このおじちゃん好きかい？ええ、好きよ。ふじ姉ちゃんもおじちゃん好きよ。お母ちゃんも好きよ。お母ちゃんの部屋に遊びに行こうか。ダメよ。あたい、お母ちゃんの部屋へ入ると叱られるのよ。なぜ叱られるの？あそこはね、子供が入るところじゃないの。お前さえその気になってくれれば、俺はいつだって所帯ぐらい持つ用意はしてあるんだがな。というのが男の決まり文句さ。
文句でも考えて出直すとするか。俺は子供を持ったことはないが、子供って可愛いもんだな。俺なんざ世間も相手にしてくれなけりゃ、自分も何の望みもない人間だったが、みっちゃんと遊んでるうちに、なんだか忘れかけていたものを思い出してきたような気がするんだよ。お前さん、みっちゃんに子守歌の一度くらい歌ってやったことがあるかい？子供は可愛がってやんなくちゃいけないよ。俺なんざ、とうの昔に世間をさよならした男だけど、みっちゃんの相手になってるうちに、ずっと昔に聞いたおふくろの子守歌がはっきり耳の中に生き返ってくるんだよ。今まで歪んだ道ばっかり歩いてきたもんだから、自分の歩くのがようようのことで、子供のことなんか考えてやる余裕がなかったんだわ。だからまだ一度もあの子に子守歌を歌ってやったこともなかったわね。おい、中高。
何ぼんやりしてるんだ。もう帰る時間じゃないのか。ほら、世の中が真っ暗になっちゃった。どうせ暗い世の中なら、俺はこの中にいた方がよっぽど気が楽だ。
上官は？この騒ぎ、上官どっかへ遊び行ってるんだよ。いるの？知らねえよ。一緒じゃなかったの？さっき表までついてきたが、それからどうしたか。お願いだ。俺と中高を二人だけにしておいてくれ。俺は泣けるだけ泣きたいんだ。長い間の付き合いだったな。
道で初めて近づきになり、それから東へ渡り西へ渡り、いつも同じ飯場の飯を食ったっけな。死ぬ時は一緒だぜと固く手を握ってきた五年この方、たった一合の酒だって仲良く飲んだっけな。そのぐらいで幕にしたらどうだ。夫婦が炭鉱で死ぬのは遺体が戦場で死ぬようなもんだ。一人や半分の人間が死んだからってそれほどないことはあるみ。今の言葉が死んだ中高へのお悔やみかね。もしそうだったら死んだ中高に代わって一言お礼が言いてんだ。
返事。お礼はそれっきりか。ありがとう。いろいろすまないね。私、これ洗濯しても姉さんに悪くないかしら。いいわ、あたし洗濯するわ。あたしに洗濯させてね。ここに隠れてればもう大丈夫よ。いい子だからそんな歌歌うんじゃないの。お姉さん、このシャツほころびてるんですけれど。あんたが縫っておあげなさいな。あんたが縫ってあげなけりゃ誰が縫ってあげるの。だって私下なんですもの。早く上手になっていいおかみさんになるんだね。お母ちゃん、今夜も抱っこしてねんねしてくれる？これからはね、毎晩抱っこしてねんねしてあげるわ。
だね。ランプつけましょうか。うん、人目がうるさいから。それもそうね。このシャツ私洗濯したのよ。ほころびも私縫ったの。どうもありがとう。でも私こんなことしたことがないの。だからとても下手なのよ。でもそのうちにきっと上手になるわ。お浜姉さんもそう言ったわ。早く上手になっていいおかみさんにおなんなさいって。あたしいいおかみさんになれるかしら。あなたどう思う？ねえどう思う？きっとなれるだろうよ。どうしたのさ、そんな大きな声出して。ちょいと二階を見せてもらいたいんだ。いないわよ、いないわよ。ケンジさんなんかいやしないわよ。誰がケンジを探しに来たと言ったね。とにかく二階を入れてもらうよ。決めたらそこで待っとるよ。おじさんに歌を教えてあげててね。お母ちゃん、あたい、あの歌歌ってもいいの？ええ、おじちゃんによく教えてあげてちょうだいね。
地さんを連れて逃げてよ。船で連絡船で今すぐ。私が。あんたが連れて行かないで誰があの人を連れて行くの。おじちゃん、ずいぶん覚えないのね。私の着古しだけど着てってね。じゃあ頼んだわよ。頼んだわよ。気をつけてね。
また雪になりそうだな。起き慣れなきゃいいがね。どこか行ったの？みっちゃんと母ちゃんと二人っきりです。